おはようございます。釣り子 TV です。今日はですね、シーバスの夜釣りの動画でございます。ご覧ください。さあさあ、取材いける、いけそう、いけるか。ロットマン、おいー、お、これも60アップあんな。いや、いい感じで食ってるね。いい感じ食ってますね。ナイス、あー、いい感じ。かっけえわ。かっこいいね、今日の色が。おいし、あ、あ、大丈夫大丈夫だ。いける？やばい？処理できるやつ。あ、わかった。まあまあ、取っとこう。ルアー切れたらあれだが。おい、でかい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 。でかいよ。今日一だよ。うわ、超太い。これは取材しときましょう。あー、いい感じ、いい感じ。でかいよ。よし、なんとかでっかいの。これちょっとざっくり計測しときますか。縦持ちで。ざっくり65です。あー、これで65なんだ。まあでもお見事。はい、リリースでお願いします。よっしゃー。いやー、おおおお、びっくりした。すげえ、スパーンって音がした。まさか水面まで。いけそう、いけそう、いけそう。イエーイ、取材取材。足元、足元スパーンって今クソ落としたよ。お得意の。あ、これ S ドライブじゃなくて C ドライブじゃないかよ。違う、 C の方か。騙されてたよ、俺。これ C ドライブですよ、名前がさ。S ドライブじゃないです。 C の方でしたか。いや、でも綺麗な、いいね、秋っぽい。パクッと。はいよ、はい、はいはい。おっしゃ、でかい、いけそう。うわー、いい引き。 S ドライブ。うわ、俺全然ダメだったのに、うめえな。 S ドライブ、うん、はい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 、超うめえよ。ダマさんの巻きスピードと竿の曲がりとかが、
どんな音だ。エキサイティングドラゴンが魚がちっちゃくて出ない。くそ。生後時間になっちゃったな。よいしょ。ういきました。自分はですね、あのトラビス7、これであの小さいシーバスですね、1匹釣ってますけども、一緒に行った友達が結構バコンバコンに釣るんですよね。で、最近の流れとしてはですね、友達がよく S ドライブを使っているっていうことでですね、往年の名作のエバーグリーンの S 字系のこうルアーですけどね、であれで釣っていて、でその他にもですね、TKLM の小さい方の9じゃなくてですね、12の方ですね、大きな方の TKLM、 これなんかでも非常に魚の反応がいいっていうことで、だいぶベイトも大きく育ってきたんで、ちょっと大きめのそういった、ミノーとかですね、リップレスミノー、こういったのが、よく効く状況なんじゃないかなということでですね、動画にまとめてみました。引き続きですね、まだまだあの秋のシーズン、結構12月ぐらいまでなんだかんだ、元気バスがプラグでバコバコ釣れますんでね、引き続きチャンスがあれば、釣りに出かけてみたいと思います。はい、ということでですね、今日は、夜釣りのシーバス釣りの動画でございました。はい、釣り子 TV でした。